どうも入植者の皆さん、今回は前回のモノリス覚醒の続き、そして、医療の世界最終回。今回でこのイベントを終わらせて、アノマリーのクリアになる感じだな。不自然な闇がやってきた場面から、不自然な闇がやってきた。バッタ闇かな？とりあえず制限ゾーン作って明るい場所だけ歩くようにする。それで闇と同時に大量の敵が湧いた。のう、拠点の入り口を塞いで、凶暴の波動で処理する。動物体アノマリーの乱戦だな。あとはボイド構造体がまた来た。今回は3つ、左に1つ右に2つ、右の2つは結構近くにあるな。右2つは一気に終わらせれそう。凶暴化してる動物はロバに、サイ、そしてボマロープ。結構殺意高い動物多め、特にボマロープの爆発は、アノマリーだろうが痛いはず。一番の敵はこいつなのにな。せいぜい、動物どもが戦ってろ。アニメとかでよくある、本当の敵みたいな枠だろ。最初の敵と手を組んで戦うやつね。それで動物が頑張ってくれたけど、気がついたら動物が全滅した。アノマリーは全然残ってるな。暗すぎて引きで見ないとわからない。でも引きで見ると動画的に見づらい。どう転んでも見づらいんだぜ。一応ここに、イノシシがいる。暗すぎて誰もわかるわけない。明るさもっと関係なく真っ暗だからね。自然な闇にしか対応してない。そしたらそろそろ構造物行こうか。前回より1個多い。計3つ。その分存在の襲撃も多く来る。結構厄介かもしれない。妨害フレアは大量に用意済み。計4人がフレアを装備してるな。これで明かりを出しながら進んでいく。やることはこないだとほぼ同じ。普通の不自然な闇とほぼほぼな。向かってる道中に敵がいる程度かな。ま、その敵もなぜか減ってる。動物の霊に襲われそう。いやぁ、頑張ってくれたよ。うんうん、もうちょい強いかと思ったんだけどね。さすがにアノマリー相手はきつかったぽいな。人間的にはあんなに脅威なのに、動物は人間に強く人間はアノマリーに強い。そしてアノマリーは動物に強い。そういう三すくみになってるのね。まあアノマリーも人間に強いが。人間とはなんて軟弱なんだ。フレア内だと、ノクトル余裕。グル敵倒して進んでいって、1個目のボイド構造物起動。ただ起動したら襲撃来るよね。絶対帰る前に襲われる気が。まあそのために全員いるわけだしな。おら、来るならかかってこい。できれば対応楽なやつだけ来い。うんこの、キメラとか来たら、さすがに厄介。シンプルイズ最強の敵。案の定、存在の攻撃が来た。が、こっち側には全然来てないな。右側多め、外で戦いにはならなそう。というか、前回より敵少ない？不自然な闇がある分敵が少ないとか、もしかしたらそういうのあるかもな。拠点戻って、入り込んでる敵対処。デバワーにゴアハルクが入ってるな。よし、グール、飲み込まれろ。人っていつもそうですよね。あれ確か、アニメ化するよね。時期は未定だがするらしいな。こういう飲み込んでくるタイプの敵は、口に爆弾投げると楽に倒せそう。大王でメマダラ的な感じな。飲み込みは衝撃的な絵面だけど、飲み込んだらもう動かない。こうなったらもうフルボッコだぜ。孤立してるのが飲まれたらまずいけど、そんなミス、私がするわけ。入植者が一人減ってるような。あれ、誰かいたっけ？枕元に幽霊立ってそう。彼の死で、コロニーは救われた。彼は英雄、銅像を建てよう。どう考えても無駄死にだったぞ。とりあえず最初の襲撃は迎撃完了かな。そしたら休憩して残りも起動させたいんだけど、様子のおかしい入植者がいる。反復横跳びの練習中かな。めっちゃ腹が減ったって文句言ってる。じゃあふざけてないで飯食えよ。そんなことしてたら腹減るよな。自己責任だと思うんですけど、制限ゾーンはちゃんと指定してあるし、なんなら他の入植者は飯食べてる。こいつだけなぜか入れてない。私が指定して飯食べさせるしか。さすがに強制したら食べてくれるな。一体何がしたかったの？遊んでたせいで飯食えなくてキレてた。それで精神衰弱、とか言われても、本当に私悪くないって。めんどくさいクレイマーの入植者。そしたら回復完了。残りの構造体へ、右側に2個、近い位置にあるな。まず1個目のとこに入植者1人置いて、その状態で他の人で2個目へ。構造体付近に敵は全然いない。めっちゃ平和に到着はしたな。さっきまで近くにいた敵離れてったし、変な動きするやつばっかだな。もう片方の方にも入植者到着。そしたら同時に2つ起動する。存在の攻撃をまとめて呼ぶ感じか。構造体2つとも、起動完了。構造体が起動って通知が来て、4時間後に、モノリスがねじれゆく。ねじりこんにゃくみたいになるのかな。バトルファイト編始まる可能性。くしくもあれも、モノリス。ブレイドはアノマリーだった。存在の攻撃通知が、2件。その分多めに敵が来てる。拠点はどれだけ荒らされても OK。最終回だし、セットごと壊せ。どうせもう使わないんだぜ。拠点入る前に VS ゴアハルク軍団。まあグール盾にすれば結構楽だよな。戦闘してたら、拠点側で、農業メカが飲まれた。まあいいや、さよならアグリハンド。あらゆるものへの扱いがひどい。どうせ救いようないし、ロボだし、ロボ風情が、
邪魔をするな。エゴール隊定期的に出てくるな。そしたら拠点入って中の敵対処してたら、ねじれが強まった。前回からそうだったけど、なんか起こるまでもうちょい猶予くれ。帰った頃にはもうモノリス確定。拠点内にまだ敵はいるんだけど、モノリスは大惨事になってきてるし、力が解き放たれてるみたいな感じ。敵来るから入植者見ないとだし、私は今どこを移せばいいの？入植者とモノリス交互に移せ。オーケー、2700みたいな感じね。右肘左肘交互に移せ。モノリスが完全に覚醒して闇の渦巻きを起こしてる。モノリスのとこ行けば襲撃終わるらしい。あそこにさえ行けばもうクリアか。ってことで近くの敵を倒しつつ、ボイドモノリスのとこにやってきた。結構全員ダメージ受けてるし、心情が下がってる。主に、ロドリゲス家の方々の心情が。家族間の揉め事でもあったのかな？もう一踏ん張り、キリト、起動しろ。フラクチュアードデイドリーム始まる。キリトが、モノリスを起動して、起動を終えた。そして、何かが、起きそうだな。キリト以外の入植者話しとこっと。今までの嫌な経験があったからな。まあ爆破はさすがにしなさそうだけど、うお、ブラックアウト。画面左上にヒデオって出しとくか。徐々に、何かが見えてきて、何ですかこれは？中央に謎の球体があって、それを囲むように紫の柱。非人間的な超知性体への接続チャンネル？ごめん、何言ってるかわからない。なんかまあ異次元ってことだな。有形異次元ってことだよね。コロニー側も普通にある感じ。ピットゲート内とかに近い感じぽいな。中央の球体、ボイドノードってなってる。これに触れることができるっぽい。キリトに近づかせてみるか。サイキックエネルギーの球体、壊して世界とのリンクを閉じさせるか。一体化して闇の力を得るか選べる。とりあえず一旦セーブだわ。これでどっちも選べるな。それじゃあ最初は破壊してみようか。ノードに触れる。行け、キリト。この戦い、このシリーズを、お前がその手で完結させろ。シリーズ主人公キリトくん。破壊できてるんだかなんだかわからん。だがなんか変化していってる。そして、ほら、エンディングだぞ泣けよ。ボイドノードを破壊したけど、キリトの存在が消え去った。この世界からログアウトしたのかな。現実世界に戻っていったのか。こうして SAO 第2期へ続く。この後はそのままクレジットだな。いやー、ここまで長かった。終盤は結構早かったけど、ボイド換気してからは結構な。まあこの後はこのままクレジット。とりあえず受け入れの方も見たいから。カット。エンディング終わった場面。戻ってきたら闇が晴れてて、モノリスを破壊したことによって、他の全コロニーの有効度上がった。あと普通にキリト戻ってきたわ。あのまま消滅ではないんだな。もう戻ってこないと思ってた。あのエンディングの文言的に、どう考えても行方不明エンドだった。それじゃあロードして、もう片方の選択肢、ボイドを受け入れる、一体か、受け入れる方を選んだら、さっきより早くエンディングに入ったな。一切の演出なくぬるっとね、キリトがボイドを受け入れて、なんかまあいろいろとヤバそうと、超要約するとそう。それでクレジットカット、期間、戻ってきたキリトの様子がおかしいな。アンダーワールド編の時の目だ。アドミニストレーター戦の後のな。ボイドの恐怖って能力得てる。幻覚を見せて逃げ惑わさせる能力。あとは4回までなら死んでも平気だったり、非人間化で心情が下がりづらくなった。その代わり一部作用ができないと。これで子供の死が無傷になった。それじゃあこのシリーズはこの辺で終わり、ちょっと最後にキリトの、ボイドの恐怖試してみようか。近くにいた入植者で試すな。だって、ちょうど近くにいたし、怖い幻覚を見て精神崩壊、逃げ惑ってる、かわいそうに。それじゃ、改めて、このシリーズはこの辺で終わるわ。バニラリムワールドとは全く違う世界、最初から最後まで楽しかったな。最初から最後まで入植者不遇だしね。現在進行形でかわいそうだよ。それでは、異様の世界シリーズ、ご視聴ありがとうございました。